前回茨城県の霞ヶ浦でアメリカナマズがたくさん釣れたので、大きかった2匹を連れて帰ってきました。今回はまだ残っている1匹をナマズのかば焼きにしていきます。冷蔵庫にいたナマズを取り出します。死後硬直でかなり曲がっています。雑食で何を食べているかわからないナマズを食べるのは少し怖いですが、かば焼きが美味しそうだったので作っていきます。特定外来種のため生きたまま持って帰ることができなかったので泥抜きもしていません。今からこの難しそうな2匹目をさばいていきます。切れない、尻尾が邪魔をしていきます。骨を避けて頭を落としていきます。ちょっと滑る。よし、切れた。骨が硬くてなかなか落とせません。よし、なんとか手この原理でここまで来ました。よしよしよし、やっと頭が切れました。これ曲線にやればいいのかな。三枚おろしにしたいのですが、ナマズが曲がっているためとても難しいです。ひどいぞ。やはり空中だと三枚おろしは難しいです。半分に切ってみようと思います。辛かったかな。よいしょ、切れた。お、切ったらまっすぐになりました。よし、これでいこうと思います。ナマズがまっすぐになってとてもさばきやすいです。大きい魚をさばくのはとても楽しいです。骨を避けてハサミでチョキチョキしていきます。滑る皮を押さえて皮を取っていきます。よし、ここまで来たらもうナマズの面影はありません。取れました。やっとナマズをさばき終わりましたが、食欲をそそる見た目ではありません。赤身魚っぽいところもあれば、黄身魚みたいなところもあります。アヘンとかハマチみたいで美味しそうです。1個はうなぎのかば焼きにして、1個はうなぎ、うん、ナマズの唐揚げにしようと思います。なのでちょっと綺麗そうなところをかば焼き用に取っておきたいと思います。この辺の綺麗なところをナマズのかば焼きにしたいと思います。臭さはありませんが、今までに見たことのない色の魚です。焼けたナマズを確認すると、少し生臭い匂いがしたような、しなかったような。かば焼きのタレを作っていきます。みりんとお酒に、だし、醤油、砂糖、鷹の爪を入れます。かば焼きのタレが完成したので保管しておきます。ナスもかば焼きにします。チンしたナスを油で焼きます。
甘酢にもかば焼きのタレをつけて焼いていきます。とても香ばしい匂いが漂ってきてお腹が空いてきました。すべて焼けたので盛り付けをしていきます。ナマズがなくてもとても美味しそうです。あ、浅い、肉が柔らかすぎて崩れてしまいました。よいしょ、いただきます。ブヨブヨでヌメヌメだったナマズとは思えない見た目になりました。タレの香ばしい匂いがします。めちゃめちゃ柔らかくて美味しいです。ナマズの臭さは全く感じません。ナマズのかば焼きめちゃめちゃ美味しいです。ちょっと種を感じるんですけれども、ナマズとめちゃめちゃ合います。このお腹側がめちゃめちゃ脂が乗ってて美味しいです。背中側はすごい弾力があります。美味しい、ふわふわです。すごい柔らかくてすぐ崩れます。噛まなくても大丈夫なくらい柔らかいです。魚の脂の旨味がすごいしっかりあります。タレも香ばしくて美味しいです。